はい。こんにちは。こんばんは。おはようございます。本日はですね、株主還元意欲の高い銘柄4 0という形でですね、まあ、総還元成功と呼ばれる指標の方を、配当政策の方に導入している銘柄の方をピックアップしておりますと、まあ、総還元成功70%以上という形で、一株当たりの利益のうちですね、配当金だとか自社株買いという形でですね、まあ、株主還元の方を7割以上、一株当たりの利益のうち7割以上はですね、株主還元しますよとっていう風に歌っている会社さんの方をですね、 えー、紹介していきたいなと思います。まあ、相関迎成功70%以上ですので、まあ、配当金もですね、えー、高めですし、まあ、自社株買いも積極的にしているというところで、配当は、まあ、毎年のインカムになりますね。インカム原因で、自社株買いの方は発表されても株価上がりますし、実際に会社の方がですね、自社株買いするにあたってもですね、会社が株を買うので、えー、株価が上がるという形で、このインカムキャプテル、えー、両側面でですね、 うん、嬉しいのかなと思ってますので、まあ、今回総関迎成功の方を取り入れている会社。その中でも、業績財務っていうのがですね、好調で、かつ、増配基調、連続増配基調の銘柄をですね、4選4つ持ってきましたので、ぜひですね、気になっている方はですね、最後までご覧いただければと思います。 で今回4社ですね、個別銘柄の分析動画の方もですね、別に上げておりますので、概要欄の方にですね、この銘柄気になるなーっていう銘柄がありましたら、概要欄の方から個別銘柄の分析動画の方のリンクの方で、詳細な、まあ、詳細なというか私のですね、分析動画、個別銘柄上げているので、そちらをご覧いただければなと思いますと。 はい。という形で早速ですね、紹介していきたいと思います。まず1社目ですね、メイカルコード8803の平和不動産という会社になっております。まあ、取引証券取引所の大家さんと言われている会社になっておりまして、まあ、東証、あの大阪の方の証券取引所、あと名古屋、福岡等のですね、えー、賃貸業というところを営んでおりますと。 オフィス事業だとか、リート事業というところもございまして、売上高というのは、えー、県庁の右肩上がりです。また100株でクオ・カード1000円分ももらえるという形で、優待もある非常におすすめの銘柄になっております。権利部屋が3月になっておりますね。はい。で、証券取引所、私初めて知ったんですけども、決算端子で見ますと、あの各証券取引所の家賃収入というのが年間だけ30億円以上あるみたいで、すごい、儲けてるなって思いました。はい。まあ、非常に安定している、えー、インカムゲインですかね。 平和不動産から見ると、家賃収入があるっていうのが分かって、うん、いいなと思ってます。まあ、他にもオフィス事業だとか、リート事業っていうところもございますので、まあ、安定したキャッシュフローの方でですね、積極的に投資を行って、売上高が右肩上い,いになっているっていうところでですね、以上、あの良いサイクルが回っている銘柄かなと思ってます。はい。で、株価の方が3910円。5年の成長率ですね、売上高の成長率というところも14.8%というところで申し分なしです。 はい配当利回りの方が2.1%で、配当成功は40.2%、配当成功の方は1株当たりの利益のうち、まあ、何配当にあてがいますかという仕様になっておりまして、こちらの会社は約4割配当金になってますと。で、5年の増配率が、えー、すごくてですね、37円から82円というところで、2.2倍増配してますと。まあ、今後も2.2倍ずつ増配すると仮定しますとかなりですね、あの長期的に保有しやすい銘柄なのかなと思ってます。 で、総還元成功も70%目途というところで、まあ、7割、純利益のうち7割は株主還元しますよというふうに宣言している会社さんになってます。おすすめポイント3つございまして、まず1つ目、EPS、BPS が県庁の右肩上がりというところで、1株当たりの利益、1株当たりの純資産ですかね、自己,自己資産というところが県庁の右肩上がりになっているというところで、これは素晴らしいポイントですね。で、2つ目がですね、まあ、EPS、BPS が右肩上がりですので、 まあ利益の観点でも、資産の観点でも、一株当たりの価値っていうのが上がっているっていうところで、チャートも右肩上がりで上昇基調。で、ユーも人気の高カードがあるっていうところで、株主還元約も非常に積極的な会社さんになってますと。で、おすすめポイントなんですけども、あ、えっ、ー、と、これチャートの話してますね。これ10年チャートになるんですけども、まあ、10年っていうスパンで見ましても、非常に綺麗な右肩上がり、えー、上昇トレンドになっておりまして、かつですね、 えー、上場来最高値を更新し続けているとてところが非常に、えー、いいかなと思ってます。まあ、日経平均最近地合い非常に悪いですけども、直近3ヶ月で見てもですね、まあ、株価の方は上場来最高値を更新し続けているというところで、まあ、ちょうど決算,短信がの決算発表があったところなんですけども、うん、いい銘柄かなと思ってます。2社目ですね、メルコホールディングス、銘柄コード6676ですね、えー。バッファローと呼ばれる Wi-Fi、Wi-Fi、まあ、持たれている方、バッファロー知っている方多いと思うんですけども、 を子会社に持っている銘柄で、まあ、テレワーク銘柄になってますね、まあ。IT 事業以外にもですね、食品金融事業というところがございまして、まあ、セグメントのパーセンティージで言いますと、大体バッファローの、えー、IT 系の事業というところは7割ぐらい、まあ、食品が1.8割ぐらい、金融が0.2割ぐらいですかね、割合としましては。 はい、で、今後も需要っていうのが、えー、継続する見込みですので、株価の期待も非常に大きいですと。で、株価4320円に対して、5年の成長率が18%と非常に驚異的です。配当に回りのが1.9%で80円。配当成果は16.8%。5年の増配率が1.1倍というところで、まあ、若干平和不動産の2.2倍に比べると見劣りはするものの、まあ、6年前は45円というところで、 まあそうです、ね、はいまあそこそこあの増配率もあるのかなと思ってます最近が少し増配6年前から5年前が結構45円から75円という形で30円の大幅増配をしているので最近少し落ち着いているって感じですかね、まあ、しかしながら総還元成功は80%メドというところで非常に高い形になってます おすすめポイント、こちらも3つございまして、まず1つ目はコロナ禍の IT 事業というところで、まあ、そもそもバッファロー、Wi-Fi 自体がですね、電化製品屋さんとかでもあのよく見ると思うんですけども、電気屋さんとかだと大体四割、4.5割ぐらいはバッファロー系の製品ですかね。 はい、というところで、まあ、高シェアっていうところで、かつ、まあ、アフターコロナ時代でもですね、一定の需要があるのかなと思っている商品を取り扱っていると,いうところが、ポイントとしては高いですと。また、二つ目が EPS、BPS の観点でですね、現在の株価っていうのが非常に割安な形になっておりまして、えー、メルクホールディングスのこれ、パフェットコードですけども、今、PR でいうと9.5倍ぐらい、PBR でいうと1.3倍ぐらいという形で、まあ、現状の株価がですね、この EPS、BPS の観点でえっと割安な 形で放置されているところになってますので、えー、と結構株価割安かなと思ってます。また、丸3番で、配当トウっていうところは十分ございますので、自社株買いも積極的に可能かなと思ってます。えー、と昨年がですね、配当成功大体34%だったんですけども、今期は実績ベースで17%という形で、かなり低いですよね。まイトウェが十分あるっていうふうに捉えることもできるんですけども、ただ総還元成功は80%ベノになりますので、結構今期はですね、積極的な自社株買いが、えー、されるんじゃないかなと思って期待している目からです。 はいまあ、株価も上場来最高値を更新する力は十分ございますので引き続きウォッチしていきたい銘柄かなと思ってます、まあ、実績ベースで言いますと売上高は13.1%増収で、まあ、昨年も5.4%増収で来期の通期予想も8%の増収という形になりますので、まあ、非常に積極的あの顕著に売上高も成長している銘柄かなと思ってます はい。で、次は損保ホールディングスですね。銘柄こコード8630です。まあ、大手のメガ損保というところで、まあ、海外事業だとか介護、えー、ヘルスケア事業というところを最近重点しておる銘、えー、柄ですね。まあ、損保系だとか保険系、ちょっと漢え違いますけども、保険系というところは、えー、自然災害リスク等でですね、売上収益というところが落ちるというリスクはあるんですけども、やはり安定した月額収入、えー、と月額の保険金というところが入ってきますので、キャッシュフローが安定しているというところが非常に強みかなと思っています。また利回りもですね、今はこう、 4%ぐらいありまして非常に高いというところがございます。やはり安定してキャッシュが得られますので、周り周りも高めというところで、この銘柄のおすすめポイントは後ほど紹介するんですけども、そこが個人的には非常に魅力的です。はい、株価4255円で、5年の成長率が3.7%ですね。 配当にもあるのが4で、配当成功は43.1%と配当力も十分ありで5年の増配率は90円から170円で1.9倍で高めですで総還元成功がですね、実はこれ70%以上の銘柄をピックアップするって言って,言ってるんですけどもちょっと50%から100%って形でちょっとあの、はい、あの差はございますね、はい、70%以上じゃない場合もあるんですけどもおすすめポイントがですね、まず安定配当政策の方で連続増配宣言をしているっていうところが非常に良いかなと思ってますはい。 あの配当政策の方でですね、損保の、これ、配当政策の方なんですけども、あこれ、書いてますね、えっとこちら、こちらですね、相関減成功を50から100%にしますよっていうところと、まあ、増配の継続を基本しますよという形なので、まあ、連続増配、えー、するってことを明言している会社さんっていうところなので、ここが非常にいいかなと思ってます。 実際にですね、バフェットコードを見ましても、配当金というところは2013年から綺麗な右肩上がりになっておりまして、まあ、連続増配し続けている銘柄というところですね、まあ、今後も、まあ、保険事業っていうのは、まあ、5年、10年、長期的に見てもですね、需要はある、えー、業界でありますし、かつ安定したキャッシュフローがありますので、この連続増配し続ける力っていうのは十分あるのかなと思ってます。 はい。というところでですね、長期保有しやすいのかなというところで、連続増廃していて、かつ現状の利回りも高めというところで、今回、ソンポホールディングス入れさせていただきました。はい。最後ですね、日産価学になってます。銘柄コード4021で、個人的にこの銘柄も好きな銘柄ですね。え機能性材料というところで、液晶関連の機能性材料だとか、農薬というところがあの主要な収益柱になっていますと。<laughs> で、ROE の方が16%以上というところで、まあ、ROE と呼ばれる手法がございまして、まあ、純利益割る自己資本で計算することができまして、まあ、その資産の効率性を表す手法、えー、になってますと。で、これが8%以上が良いとされてるんですけども、16%というところを経営目標に掲げていて、実績ベースで 16. 点、あ、ここに書いてないですね、えっと、16.8%ぐらいいってるというところで、 はいまあ、非常にあの収益性が高い銘柄になってます。株主還元欲もですね75%総還元成功を謳っておりまして、まあ、非常に高くてですね。 えー、気になっている銘柄ですね。で株価のほが4255円で、5年の成長率が実はマイナス2.8%になっているんですけども、今年からですね国際会計基準というのを変更しまして、まあ、日本会計基準と国際会計基準の売上収益というのを考え方が違いますので、まあ、その影響でマイナス2.8%にはなっておりますと。まあ、ですので、実態を見ると増収基調ですかね。で配当利回りの方が1.8%で、えっと、108円。 配当成果は45.5%で、配当力も十分あり。で5年の増配率が1.6倍になっておりますと、はいでオールえー。おすすめポイントとしましては、ROE16.8% というところにございまして、まあ、業界トップクラスの収益性がございますと。はい、また EPS というところもですね、配当金というところも全連続上昇基調になっておりまして、株価も上昇トレンドが継続中になっているというところで、 えっと、まず、日産科学の方で ROE 横軸に縦軸に PBR と呼ばれる指標ですね、1株当たりの純資産というところをマッピングしたところで、えー、グラフがこれになるんですけども、これ、科学事業全体、ケミカル系の事業全体の、えー、マッピングですかね。で、丸の大きさが時価総額を表すんですが、日産科学結構ですね、えー、右に来ているというところで、ほ、まあ、他のここら辺の銘柄と比べてもですね非常に収益性が高いというのが分かるかと思います。 で実際に営業利益率ベースで見ましても、まあ、営業利益率20%という形でこちらもケミカル事業に比べると非常に高いところにいるというところで、まあ、資産の資産収益性も非常に高く利益率も高い銘柄というところが分かるのかなと思います EPS も BPS もですね日産科学の方はんと、えー、非常に綺麗な右肩上がりというところで、まあ、ここら辺もですね個人的にはいいのかなと思っています自己収入率も右肩上がりですね という形でですね、今回は4つ紹介させていただきました。まず1社目がですね、えまあ、カー還元欲が高い銘柄というところで、まあ、総還元成功70%目のにしている、まあ、配当のインカム、え自宅株買い等のキャピタルというところが共にえ良い銘柄かなと思ってます。1社目、平和不動産というところで、まあ、証券取引所の大家さんと呼ばれて平和不動産ですけども、クオカードもございまして、かつ、え増配率が非常に高い銘柄になってますね。はい。 えー、チャートもですね、上場で最高値を更新し続けている銘柄になりますので、ぜひ注目してみてください。2社目がメルコホールディングスですね。まあ、バッフォローというところ、子会社に持っているテレワーク銘柄というところで、まあ、アフターコロナ時代でもですね、 まあ、高シェア率を誇ってますし、かつ需要もあるというところで、まあ、今後も成長が見込める会社、見込まれる会社さんなのかなと思ってます。で、3社目が損保ホールディングスになってます。まあ、配当金連続増配しますよというところを掲げているというところが非常に魅力的な銘柄で、実際に今の、えー、と配当金も連続増配し続けていて、かつ現状配当利回りが4%と、配当利回りがかなり高めな銘柄ですね。保険系は安定したキャッシュがあるので、うん ハイドン狙いで保有できる銘柄かなと思ってます。で、最後、日産価学ですかね。まあ、他社と比べてもですね、業界トップクラスの収益性があるっていうところで注目している会社です。まあ、アロモイムも非常に高くてですね、EPS、BPS、えー、あと配当金というところも連続上昇基調というところでですね、になっている銘柄ですね。はい。っていうところで、まあ、あともう一社だけ実はあの動画、この本には紹介してないんですけども、メイテックっていう会社も結構いい銘柄かなと思ってます。 まあ、ざっくりと6100円の株価というところでエンジニア系の人材派遣というところを、えー、と主にしてます。はい。まあ、やはりですね、あのビッグデータだとか IoT、あとは AI というところで、まあ、技術者が強い人材派遣会社というのは今後伸びてくるんじゃないかなと思っている銘柄ですね。利回り2.7%で、 PBR が25.2倍って若干高めなところなんですけども、まあ、自己収入率も60.8%ございますし ROE も21.2%ト、非常に収益性がある銘柄ですねでちょっと直近の EPS が下落していてかつ配当金が減配していましたのでちょっと今回条件に入らなかったってところで、あのー、ご紹介はしていないんですけども増配基調じゃないので、はい、ですのでそこは紹介していないんですけども、まあ、この銘柄も結構いい銘柄かなって思ってます 配当政策の方もですね、相関減成後は100%以内を原則にしますよというところで、まあ、株主資本配当率 DOE5% というところを配当政策に掲げている銘柄になりますので、うんまあ、結構いい銘柄かなって実は思ってます。はい、というところで、まあ、プラスアルファ5社というところで、まあ、最後までご覧いただいた方は、まあ、5社目の銘柄も、まあ、認識していただいたのかなと思うんですが、 そうですねこのメイテックの方はちょっと個別分析動画の方はございませんのでそちらだけご承知くださいメイテックそうですねはいというところで、えー、今回はですね株主還元力の高い銘柄4選という形でですねご紹介させていただきました最後までご覧いただきありがとうございます失礼いたします